平野紫仕様、ファンへ率直な回答。一部批判も、コミュニケーション重視の姿勢が注目を浴びる。ジャニーズ事務所のアイドルグループ、キングプリンス、元メンバーの平野仕様さんが、2023年10月9日にインスタグラムのストーリーズを更新し、ファンからの質問に答える一幕が、ネット上で非難と議論を巻き起こしています。 平野紫シさんはファンからの質問に次々と回答していた中で一つの質問に対して答えたことが波紋を呼びました。その質問とはお胸かお尻どちらが好きというもので平野さんはこういうのって答えていいの小一用ありますけど M なんかショック受ける方もいそうだけど人間ですからあるよ M、と投稿しました。その後も彼は 関連する質問に対して率直に答え続けました。例えば、胸小さい女性どう思うという質問に対して平野さんはいい意味で何とも思わないよ。その人はその人の良さが絶対にあるからね、と答えました。また、胸大好きや、んとの質問に対しては、正直に言うとマジでどっちも好き。ね、もうマジやばいから俺インスタで何一点のショート。 コメントしました。彼の率直な回答には、一部のファンから非難の声が上がりました。平野仕様のストーリー見て引いたはみんな胸とか尻について聞いてて困難セクハラじゃねえか平野仕様さんにセクハラまがえの質問を送る、やつセクハラしてる自覚ある。疑問符気所いいよ、といったコメントが SNS 上で出てきました。 一方で一部のファンは平野紫耀さんの率直な姿勢に賛成の声を上げています。彼は質問を送るファンに向けて俺は全然大丈夫だよ。もしあなたが質問したものを俺が答えてあなたのところが言われちゃってるなら俺が選んで答えてるんだから俺に言うべきだよね。でもファン同士とかで DI になるのも俺は嫌だなとコメントしました。 また、彼の性格的な側面にも触れ、ただ本当に綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいで難関嫌なんだよね、と述べています。さらに、平野さんはファンからの意見を受け入れ、彼らの声に耳を傾ける姿勢を見せました。 もしみんながこれは嫌だってやつがあったら言って、ああいうならちゃんとした理由をつけて納得できるものだけ言って、ね、受け付けないのはただの悪口症とファンに対して呼びかけました。さらに、ファンからの、下ネタは嫌だ。理由は、潮君が何か言われるのは私が辛いから、という声に対して、平野さんは理解の意を示しました。 俺も中学生も小っちゃい子も応援してくれてるの知ってるからそんなにずっと言うわけじゃないよ。M 出しちょっとごめん、ねと、述べファンを思いやる姿勢を示しました。平野志洋さんに対する意見はファンを中心に二分されており、一方では彼の率直な姿勢を評価する声があり、もう一方では彼がセクハラまがいの質問に答える姿勢に批判的な声もあります。 賛否両論が存在する中、平野志陽さんはファンとのコミュニケーションを大切にし、率直な回答を続ける姿勢を崩すことはないようです。平野志陽さんがファンからの質問に率直に答えたことが、一部の人々からセクハラまがいと受け止められ、議論を巻き起こしています。彼の姿勢には賛否両論が存在し、 ファンとのコミュニケーションを大切にする一方で、一部の質問に対しては適切な姿勢を示すべきだとの声も上がっています。平野志耀さんはファンの意見を尊重し、継続的なコミュニケーションを通じて、ファンとの絆を深めていくでしょう。